13日、スピードスケート女子500メートルに出場し、17位で競技を終えた日本の小平奈緒が競技後、親友イサンファにメッセージを伝えた。この日、イサンファは解説者として韓国の放送席に座り、親友小平の競技を見届けると、溢れる涙を抑えきれなかった。韓国メディアイーデイリーによると、小平は競技後、共同取材陣が待機する場所にやってきてフェアアイズサンファは、と尋ねた。日本人関係者とみられる人物が韓国の放送席を指さすと、小平はイサンファの方向に視線を向けサンファ、元気だった。会いたかったよ、私は今日良くなかった、頑張りますと韓国語で思いを伝えた。この場面は韓国のテレビ局を通じて放送され、韓国で多くの反響を呼んだ。一方、現役最後の五輪となったピョンチャン冬季五輪スピードスケート500メートルで2位となり涙を流すイサンファを小平奈緒が抱きしめ励ましたシーンは、日韓のスポーツファンに大きな感動をもたらしていた。